こんにちは、柴田です。今回もレアギターをご紹介させていただきます。90年代ビジュアルロック好き必見の一本です。そのギターはこちらになります。バーニーのレスポールカスタムです。何が珍しいのかというと、これはですね、80年代中頃に発売された、いわゆるジャパンヴィンテージですね。なんとなんと、あのデランジェ・クレイズの滝川一郎さんが使用していたのと同じモデルのギターになります。滝川一郎さんはデランジェの初期の時からですね、このバーニーのレスポールカスタムを使用しておりまして、クレイズ時代も大活躍してました。どこが今のレスポールカスタムと違うかというと、ここですね。がっつりとダイヤモンドインレイになっております。このカバーはね、オリジナルじゃなくてギブソンのものになっているんですけれども、激レアなダイヤモンドインレイ。このダイヤモンドインレイはですね、1987年に廃止になっているので、それ以前のギターということになりますね。85年ぐらいのものじゃないかなというふうに思われます。作りはですね、非常に精巧ですよ。最初に持った時にですね、ボディは、ギブソンの昔のもののようにめちゃめちゃ重いんだろうなと思っていたんですけれども、意外とですね、ずっしりではないです。イメージよりは軽かったですね。その軽さが、なんか木が空洞になっているとか、そういう風な安い軽さではなくて、完全にですね、経年で枯れてきたボディ、乾燥してきたボディという風な感じがしました。持った感じもですね、高級感が結構あるんですよ。その高級感の一つとしては、バインディング、ご覧ください。カバーエッジバインディングでギブソンと同仕様ですね。このフレットのところまでバインディングのカバーが来ているという仕様です。すごいですよね。そしてここの横のバインディングもかなり焼けた感じで、ヴィンテージ感たっぷりですね。ピックアップは交換されておりまして、現在ですね、完全に滝川一郎仕様になっております。なんとなんと、リアがディマジオのトーンゾーン、そしてこちらはですね、ディマジオのオールド系のパフですね。これはまさしくですね、滝川一郎さんがクレイズ時代にカスタマイズしていたピックアップと同じになります。このギターを滝川一郎さんが使っていて有名なのは、96年のザッツライフのツアーですね。あの伝説のライブでこちらのギター使用しております。ピックアップ以外はですね、多分オリジナルのパーツだと思われます。ペグはですね、後藤のものがついています。さすが後藤、35年経ってもしっかりと使えます。ペグが後藤なんで、多分ブリッジも後藤だと思われます。しかしながらですね、やはり35年も経っているというところで痛みもございまして、一弦側のバインディングがちょっと傷ついてますね。でも弾く分にはですね、全然支障はないです。で、若干ボディには打痕がありますけれども、その辺はね、全然気にならないレベルですね。ではこの後音を鳴らしていきたいと思います。
Thank you.